八方美人を治す方法、精神科医樺沢志郎のカバチャンネル。今日は質問をいただきました。私の短所弱点はズバリ相手に合わせて何でも受け入れてしまうところです。俗に言う八方美人です。ですがいつもそのことが原因で結局人に頭を下げなくてはいけなくなったり、結果的に嫌な思いをさせてしまう人が出てしまうので、今一番克服したい課題点はそこです。 YK さん男性からの質問でしたけども、八方美人ですね。私はあんまりこう人に合わせたりするのが非常に苦手なタイプでですね、いつもまあ不愛想にしてますけども、そういう人から見ると八方美人っていうのは逆にこう短所弱点ではなく長所なんじゃないかなっていうふうにも見えますよね。いろいろな人にうまくこう合わせて、相手の調子に合わせて対応できるっていう、臨機応変でしょうか、プラスで言うとですね。人間の短所っていうのは別な面から見ると長所にもなるし、長所っていうのは別な面から見ると短所にもなるが、両方なんですね。ですからまず八方美人っていう部分を臨機応変に対応できるプラスの側面としてまず考えた方がいいんじゃないかなと思います。とは言っても実際何かいろいろな多分調子のいいことを言っちゃって後から違うじゃないかとかですね、そういうことだと思うんですが、問題が出てしまっているということですよね。そうならないためにどうしたらいいのかっていうことですが、結局相手に合わせすぎちゃうってことだよね。それがどっかの基準から逸脱してしまうわけですね。である程度相手に合わせるのはいいわけです。だけどこの基準を超えて逸脱して相手に合わせすぎるとトラブルの原因になってくる。つまりその基準っていうのは何かっていうことですけど、それは自分自身の基準なわけですね。自分で基準を作るということです。つまり自分はこういうことはできるけどこういうことはできない、こういうことはしたいけどこういうことはしたくない、そういう基準を普段から明確に持っていくと、その基準を超えて相手に合わせちゃうっていうことをすると絶対トラブルになりますよね。自分では思ってもいないことを言ってしまう、自分の基準と反対のことを言ってしまうとトラブルになりますよね。だから自分が何をしたいのか、自分が何ができるのか、そういった自分のこのポテンシャルをある程度普段からきちんと調べておくというか、自分で理解しておく。でそれを超えることを言っちゃうとそれは嘘になっちゃうから、相手に合わせるというよりもね、そうでしょ。だから自分自身のそのポテンシャルをきちんと理解して基準を持つ、それに照らし合わせてギリギリのところまでは相手に合わせていっていいと思うんですけど、それを超える部分に関してはそれは無理なので合わせる必要はございませんし、むしろそこで合わせてしまっているからトラブルが起きるんですよね。そういったことで自分の基準をしっかりと持つということを意識すればですね、その八方美人によってマイナスの効果が出るということは得られず、逆にうまく相手にちょうどいいところまで合わせていけばいいわけですから、いろんな意味で人間関係ももっともっと円滑にいくんではないでしょうか。精神科医樺沢志郎のカバチャンネル、次回見逃さないためにも赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。